ビジャヤクマールは、インドのタミル語映画で活動する俳優。これまでに400本以上の映画に出演している。1961年に、タミル語映画、スリバリで、俳優デビューし、シバージュガネーシャン、パドミニと共演した。同作では早くで出演したため、その後のオファーには繋がらず、キャンドホーンカルナイの主役への起用が検討されたものの、最終的には、シバクマールが起用され、 ビジャヤクマールは、早くで出演している。1973年にデイバラージーコールモハンの、ボンヌックタイガマナスで、主要キャストに起用され、同作の成功により、タミル語映画のスター俳優の地位を確立した。1970年代には、インドルーポル・エンドラム・バズガデー・エムジー・ラーマ・チャンドラン、ディパームで、シバージュガネーシャン、ネイヤで、カマルハーさんと共演した。ビジャヤクマールは、 女演俳優として人気を集めたが、アバル・オルト・ダルカチ、マットラ・ー・ギダーム、アルガ・ウンナイ・アラチク・キロンでは主役を務めている。1980年代に入り、ビジャヤクマールは引き続き女演俳優として活動した。短期間の低迷を経た後、1988年に出演したマニラトナムのアグニーナ・ナチュサイラムで再び脚光を浴びた。同作では、プラブと、 カールティックが演じるガウタムとアショークの父親役を演じ、1990年代に入ると、ハイルナッタマイ・バーシャ、踊る、夕日のビッグボスでも父親役を演じた。同時期には、バーラティラージャの、キー・ジャク・チー・マイレ・アントヒマンセライで、主役も務めている。アントヒマンセライでは、ナショナルフィルムアワード最優秀主演団優勝にノミネートされたが、 一票差で受賞を逃した。2000年代に入ると主要キャストの祖父役を演じる機会が増え、同時にテレビシリーズに出演の軸を移すようになった。2006年から2015年10月18日にかけてナディガル・サンガムの副会長を務めていた。ビジャ役マールは1969年にムトカンヌと結婚し、1976年にマンジュラと再婚した。 ムツカンヌとの間にカビタ、アビタ、アルンビジャイを設け、マンジュラとの間にはバニタ、プリータ、シュリデビを設けている。2013年に妻、マンジュラと死別している。ありがとうございます。